でこのゲームエスケープを押すとタイトルに戻るんだよ。パルメロかよ。パルメロが強制終了される。やっぱ死ぬ、死にそう。ちょっと待って、そう、俺めっちゃ死にそうな時に慌ててセーブしたんだった。まずはマップの把握からですね。どこだここは。どうだここは。青い点滅は死体か。いや水はまずいでしょこの状況で。なんで雷みたいな音するの。とりあえずショットガン装備してるけど、どうだろう。3は、お、この回復判定がね厳しいよな。最初なんだこれっつって、いらっしゃい、なんだこれっつってスルーしてた。おはようなす。さあ、教育したの誰だよ。恥ずかしい。そうです。今、お手持ちの、パソコンで。あれ？始めてみます。お、始めます？面白いっすよ。おはようなす。おはようなす。あとでちょっと削除しとこう。クルーズ。あ、痛い！ちょっと。これあれですね。今話題沸騰中の Xbox One X で、おなじみの、ヘイローシリーズの、会社が作った、ヘイローの前作、マラソンの、3作目になっております。Xbox One X が5万ドルで、買えないっていう人は、ぜひこれ無料なんで、やってみてください。また回復だ。めっちゃ体力減るな、これ。判定が厳しい。月収いくら？月収、これ無料だっつってんだ。無料なんだ、やってみようかな。無料なんですよ、そう。ヘイロー。なんだこれ、めっちゃ水位上がってきてるけど大丈夫か？シリーズとは何のつながりもないんですけど、僕は宗教上の理由でヘイローをやる前にこっちをやんなきゃいけない気分に なってしまったのでやってます。これ3作あるんでね、3作全部無料なんで、ハマったらもうウハウハですね。最初からやってみようかな。いや、ちょっと待ってみて。やってる。面白いっすよ。ちょっと待って、武器チェンジができない。これ何なんだろうな。どういうゲーム？いや、もう見たまんまのゲームです。ワンのストーリーはあれっすね。なんか宇宙船マラソンに、乗ってたんだけど、デュランダルっていう人工知能が侵入してきて、で、マラソンが AI なんだけど、気が狂ってしまってみたいな。わぁ！で、今何をしてるかっていうと、よくわかんないね。
ストーリーがね、難しいんですよ。専門用語がいっぱい出てきて。あ、でもこれ、あれっす。日本語が、標準で日本語化されてるんで。いや、標準でっていうか、日本語化されてるやつを、ダウンロードしてくれれば。まあ、それでも難しいけど。ゲームとしての難易度はそんなに高くない印象があるな。モダランとかの方がよっぽどむずい気がする。あとドゥームとか。セーブするか。ってことは結局水潜るしかないのかな。回復と見守るんだけど。これは？これ何？回復じゃないの？ちょっと、わかりづらいな。スリーはね、ワンのラスト付近で出てきたやつがもうポンポン出てきてるからな。ショットガンとかも、あれちょっと待って、こんなショットガン弾まない。そうか、武器チェンジができないから。あ、エスケープ押したら治る。オッケー。なんなんだろうなこのバグ。急に今作から急に出てきた。ここか。ここだっけ。ここじゃねえな。どこだっけ。あれ迷った。なかったらもう無理ゲーだよなこれ。当時のプレイヤーたちはマップありでやってたのかなしでやってたのかわかんないけど、ドゥームとかなしだからな、マジで無理だと思う。どこ行けない。マップがあってもわけわかんない。アプリケーションが動かない。あぶだ。アプリケーションが動かない。 Windows 10ってクソだな本当に。もうだからあれほど言ったじゃないですか、 Windows 10はダメだって。あれどこ行けばいいの。昔のゲームはダメみたいですな。やっぱ Windows 10のせいだったか。どうなんですかね。そこら辺はあんま詳しくはわかんないけど。ここ行ったわ。俺がやった時はどうだったかな。苦労した覚えはある。けど、なんだっけな。結構頻繁にアプデが来てて、俺ダウンロードした時と変わってるかもしれん。お、ここだ。ここ、ここ行きたかった。やばい。見て。おい。水中で使える武器がないんだよ、このゲーム。あったような気がするけど。あれ？
どこそこ？そこはどこだ？こうやんけ。この反対、でも行ったよなぁ。これだろ？あ？え、そういうやつ。あ、え？トグル式じゃない。え、なにこれ？押せない。あ、なんかできたっぽい。できた、おめでとう。無限に広がるマラソンの世界へようこそ。でもこれ見て、互換性チェックしたらできたわ。おお。そんな眉唾みたいな方法を使えるんだ。互換性 XP ってやるやつでしょ。あれ成功したことをたまにあるな。たまーにね。でもこれ見てやりたいって思うって珍しいな。俺いつもこういうゲームやってると、ゆうつさんまたクソゲーやってるよって言われるんだけど。何回俺は同じところをぐるぐる回ってるんだ。やばい、意味わかんない。ヒント、ヒント、何回同じところぐるぐる回るんだよ。潮の満ち引きがさ、やばい、登れない。やばい、積んだかもしれん。早く、酸素ゲージがもう、なんか壁走りしてない。壁走りできる。よし。あぶね。こっちかな、行ってないのは。全然行ってない。行ってないじゃん、この辺。あ、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 怖っ。おわわわわ、よし、ああいうの早めに潰しておいた方がいい。日本語版、あ、そっか、あれだ、これね、違うんですよ。日本語化をするみたいなやつじゃなくて、
日本語版をダウンロードすればいいんですよ。アルファ版。日本語パッチか。いや違う違う、日本語パッチを当てるんじゃなくて、日本語がされてるやつがあるの、すでに。アルファ版で検索すれば多分、なんか、ウィキがある。アルファ版でマラソンを動かして日本語化してるやつみたいな。アレフワン。アレフワンだった。パッチ、あ？アレフワン。アレフワン。あれ、こんなんだったっけ？普通にダウンロードしたら、できるできる。ここからダウンロードすればできるわ。コメント切れてそう。ありがとう。あ、大丈夫だ。URL が長すぎますってなってるかと思った。次に棒読みちゃんも消しとこう。なんでこれ覚えさせたやつ。フェイトゴー絶対使わんだろこれ。これダメだろ、置き換えちゃ。これも使わんな。この TF2 の方が俺はわかりやすい。DJ とかもドジマックスって聞いた方が分かりやすい。まあいいや、あとは。で、どこだっけ？スイッチを押して関係あるのかな。Windows Defender Smart Screen が認識されないアプリの起動を停止しました。Windows Defender 切ってくれ。このアプリを実行するとパソコンに異常が起こる可能性がありますあります。まああれですよね。やっぱデュランダルが Windows 10の OS を乗っ取って。しまうっていうことですよね。お、ロケットあるじゃん。あれ？いない。前世で倒した記録が残ってる。あ、怖っ。
お、バカ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 。びっくりした。あれ、背中か。めっちゃ頼りがいのある背中だから、正面かと思った。これというのも、スフトとプフォールが